はい、今回はですね、ポケモン GO のですね、個体値。個体値ってね、昔からよく聞くけどね、あまり気にしてないよって方もいるかと思いますしね、その都度ね、レアなものを捕まえたら、個体値をすごいチェックしてる方も多いのではないでしょうか。私はね、あまり気にはしてなかったんですけどもね、もうね、ハロウィンとかもやっててね、ゲンガーとかも取れてきてるんでね、非常にその個体値っていうのがね気になりだしてきてですね、いろいろ調べたらですね、結構簡単にアプリでですね調べることができるということでね、1秒私 iPhone でね App Store で検索したんですけども、個体値の計算、こちら1秒個体値計算ということでね、アプリがありますね。で今これ人影になってるんですけども、例えばですねこちらスクリーンショット、先ほどこれ、CP584 のイーブイをですね卵10キロ卵、なぜだか10キロ卵でですイーブイが出てきたんですよね。でこちらね一応卵から出てきたのは個体値が高いということでね、ちょっと聞いたことがあるものですからね、一回スクリーンショット撮ります。はい、スクリーンショットの方撮りました。スクリーンショットを自分の個体値算出したいポケモンのスクリーンショットを撮ります。で、先ほどのアプリ、1秒個体値計算のアプリで、左下のちょっと画面には見えないかもしれない、左下にスクショ選択とあります。スクショとはスクリーンショットのことでですね。で、先ほどのイーブイのこちら画像を読み込んでます。ちょっとね、読み込めない場合ですね、読み込めエラーと出ます。読み込める場合もあるんですけどもね、CP の値とかね、スクリーンショットがね、数値と背景画面とかね、同じ色になったりとかするとですね、読み込めない場合があります。で、今回CP584 ということで再入力をさせていただきます。584で、あとはですねレベル、こちら算出、ちょっと待ってくださいね、人影じゃないですね、EV133 HP が72合ってます。レベルが19じゃなくってここ20かな、上のゲージありますよね、分度器みたいな。でその分度器がどこまでゲージが伸びてるかっていうのをね、入力しますね。でちゃんと読み込めればね自動的に出てくるんですけどもね、出てこない場合はこういう感じで、一番左上の未強化のポケモン、こちら今はね捕まえたばっかり未強化なんでね、未強化のままになってますね。強化済みの場合は1回以上とかって選択しますね。はい、こちらでですね、右下の方にレベル20で計算とありますね、ボタンを押します。はい、するとこういう感じでイーブイの個体値結果出ます。B ランクとなりますね。はい、OK します。右上に結果とありますので、結果を押すと先ほどの EB の B ランク76点、こちらが出てきますね。で押すとね結果表示、先ほどねお見せした感じになります。B ランクっていうことはまあかなり良い個体値ということでね評価されてます。でいろいろやってるんですがミニールもあまり評価じゃなくてね、プテラが結構良かったですね私の中ではね。はい、B ランクということでねなってます。ゲンガーするとこの、キャンペーンイベントでね捕まえたゲンガー、進化させたやつですね。これね動画でも見たかと思う、投稿してるんですけどもね、これ進化バージョンのゲンガーですね。 B ランクかなり良い個体値、ハロウィンキャンペーンということでねこちら進化させたものになりますね。こんな感じでですね、自分でですね、自己満の世界かもしれませんけれどもね、こうやってね、ポケモン GO を楽しむ上でですね、個体値をですね、自分の捕まえた個体値をですね、自己満、ジムに設置したり、自慢のポケモンとしてね、できれば私も A ランクみたいなね、80、90以上のね、捕まえてみたいとも思っていますしね、ポケモン GO をやる上でね、こういう個体値というものはね、気にしていったらね、もっともっと楽しいポケモン GO がですね、楽しめるんじゃないかと思ってます。私も含めてですけどもね。はい、こんな感じでね、個体値も最近気になり始めてですね、アプリ使ってみています。1秒個体値計算というものになりますね。はい、手動タイプというものもあるみたいでね、同じような感じで検索してね、動画の説明概要欄の方にですね、どんなアプリかね、タイトルだけでもね、表示させておきたいと思います。それでは今日も最後までありがとうございます。個体値についてちょっとね、自己満の世界ですけどということでお話しいたしました。最後までありがとうございます。失礼いたします。